こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。円安の勢いが止まりません。加速してるというかですね。12年半ぶりの円安と、124円後半です。で、つい数日前ね、7年と半ぶりかな、7年と4ヶ月ぶり、7年と、そのぐらいの円安という、ニュースが流れました。で、チャートの見方というのがありまして、基本的に何年ぶりっていうのがですね、長い時間空いたところを抜けたときは、天井がなくなったというような見方をします。今までね、戻ったら売ろうっていう人がいたのが、今全くいない、そういうところに行ってるってことですね。そのわけで、もう125円台はほぼ確実でしょうし、この先どこまで円安になるか、ね、わかりませんけど、少なくともね、円高に戻るというのはしばらくないと。政策が変わるまでないと。ね、インフレにしますと言ってる限り、円高に進むわけがないと。円高になって喜ぶ企業と、円安になって喜ぶ企業、どっちがね、政治経験が多くて力があるか考えたら、円高になるってことはまずないんですね。そんなわけで、もう円安はもう自然の流れというか、決定事項ですから、今ね、わざわざ、初心者の方は特に、儲けにくい輸出とか、取り組むのは、意味不明です。というか、稼げません。輸出は、円安ね。同じ値段で、売ってても、今まで利益率が、20%だった商品が、10%円安が進めば、利益率が30%に上がるわけですから、すごい稼ぎやすいです。そんなわけで、稼ぎやすい中でも、初心者が手を出しやすい Amazon 輸出。ここはですね、商品選びさえ間違えなければ稼げます。そんなわけでどういうふうに商品選べばいいか、何をやったら稼げないか、その辺をマニュアルと半年間のサポートをつけて、会員募集してます。本日募集締め切りですんで、この機会にね、Amazon 輸出で稼ぐスキルを身につけてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。